マジ。あとみんなおケツの下気をつけた方がいいよ。隠しカメラが隠したっておケツの穴とかみんな取られちゃってる。おケツおケツ。そんなピンポイント取る。自分でやったからね。大腸の中とかこう。じゃだからいじってくれって言ってるじゃないですか。内視鏡どこに入れましょうか。おケツの穴で入れますか。そういう意味なんです。即興コントだ。ここへ来て。面白いな。いやでもこれだけ健康状態が。駿河さん行きますか。いいですか。やっぱ初心者は駿河さんぐらいからいじらないと。いやー扱いやすいですからね。いじりやすいですね。そう、健康状態が一番崩れてる方ですから、ね、もう女が一番いじりづらいのはツッチーと。そうだ、上級者向けいじりづらい。じゃあ普通の人だからね。使徒じゃない、使徒じゃない。第何使徒なの。普通の第15使徒だ。全然必要だからね。じゃあ今更いじってあげてください。頑張ったんで24時間。いやいや、なんすか最後ね。僕ね、トータル結局3時間ぐらいは休憩させてもらったんですよ。あの、まあ、調子が悪かったり、あの、ある方にイラついたりで。そんなことが、そんなことが、そんなことが。休憩させてもらったんですけどね。まあ稲友人のおかげで乗り切ったじゃないですか。おお、またなんか出てきた。いや、あの稲友人がね、言ってくれたわけですよ。はい。もうみんな出てくれてんだから、そんなことで怒ってんじゃねえと。頭冷やせ。それがあったから僕はそこに出て、頭冷やして。2時間ぐらいかかりましたね。かなりですね。かなりのご一服な感じです。それは動画見返せば分かります。分かります。分かりますか。多分マイク入ってますから。綺麗だよこれ。おケツ出す騒ぎじゃないですね。でも騒ぎじゃないですね。まあでもね、ケツぐらいでも出すんだ。まあでも本当にもうそんなんね、しょうもないことで言わんでよかったなと思います。本当だよ、それやってたらこれないからね。そうでしょ。はい、まあ結局ここで言ったら一緒だけどね。いやいやいや、違うよく我慢しましたよ。そうですよね。普通ここで言っただけやっちゃうかもしれない。誰も変わってくれないんですか、今後は。矢面に立つから。じゃあ指名してもらってここに矢面立たされて、みんなでいじっていきましょうか。じゃあ駿河さんお願いします。好きだな、駿河さん。じゃあ、はい、一回立つときはここに座って。もう、早くいじられてるやん。立って、また立ってみたいな感じですか。はい。どこが立ってるの。いないですよ。さっきの同じじゃない。いいこと言った。いなーれです。いなーれ、いなーれ、いなーれ。夜中よりきつい。しょ、塩が薄くない。いやいや、なんかしないけどね。あの、糖だな。霜で突っ込んでくれ、霜で突っ込んでくれ。そうだな、できたんでしょ。ちょっともうやだな、俺のキャリアねえし。いやいやいや、そんなことない。とりあえずは突っ込んでくれ。そんなことないですよ、だって。いや、塾長霜じゃん。すごい、塾長って座長がおったり。みんなでも矢面に立ってるような人ばっかりですよね。持ってる、持ってる。戦ってる人がそれで最善ですよ。世の中と理不尽と戦ってる感じ。そんな格好いいもんじゃないですよ。格好いいもんじゃないですよ。そんな人だったんですか。そろそろツッチーがなんで俺ここ座ってる。ちょっとプロのいじり方を見せていただいていいですか。ツッチーのですか。じゃあちょっと変わりますか。いや、ちょっと変わりましょう。ちょっといじってみて。さすがに難しいよこれ。難しい。簡単ですよ。どうやればいいの。チンポもカチカチ。そこ。俺我慢しとったけど今日一番ムカついたわ。待ってられるか。はい、待って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 。お前までやろう。抑えとったのよ。待ってください、待ってください。いやーね。ねえ。いやー面白い。皆さん本当面白い。ねえ。ありがたいよ。よかったなぁ。誰もいじらないっていう。座ったのなんか全くいじられないっていう。これは、これ辛いっすよ。辛い、辛い。本当にもうね、変わ
ありますか。はい、次の話。また変わります。伊藤さん。伊藤さんが。こう言ってん。こう言ってん。こう言ってん。はい、男臭すごいですよ、はい、すごいですよ、はい、多分部屋の匂いが変わったらこんな感じでそれがこんな感じバーってしてでもね、こんだけおっさん集まったらなかなか取れないですよ真ん中でなんでいや、真ん中でいいですよもう明日バラさんとかないとちょっとすいません時間がないみんなで祭り上げましょうはいツッチいじられず移動しただけなんならちょっとかぶったみたいなね真ん前に立たれた立ちましたね